マリー・アデラ・イード・ド・フランス。マリー・アデラ・イード・ド・フランス。マリエ・アダレイド・デ・フランス。1732年3月23日から1800年2月27日は、フランス国王ルイ十五世と、王妃、マリー・レクザンスカの四女。アデラ・イドは、ベルサイユ宮殿で誕生した。当初は、第四マダムと呼ばれていたが、姉のマリー・ルイーズが溶接したため、第3マダムと呼ばれ、 最終的には、マダム・アデラ・イードに落ち着いた。1737年、彼女は妹たちと共に、フルーリー・スー・キ教によって、フォントブロー修道院に入れさせられそうになったが、母、マリー・レグザンスカ王妃が示唆して、5歳のアデラ・イードは、ルイ15世に愛願したため入らずに済んだ。彼女は、姉妹の中で最もお天場だったと言われている。 彼女は姉のアンリエット・アンヌと共に育てられ、英語とイタリア語をイタリアの喜劇作家ゴルドーニから教わった。若い頃は驚くほど美しかったと言われ、父親を含めて誰をも魅了した。コンティコー、ルイ・フランソワ・ジョゼフやザクセン・コーシクサーバーなどとの結婚話があったのにも、かかわらず彼女は自分に相応の身分の君主と結婚することを希望したので、 結局根気を逃してしまった。彼女の趣味は読書とつ笛を吹くこととナプキンリングを作ることだった。ルイ十五世はアデライドにボロ、雑巾などのあだ名をつけていた。長子のルイーズ・エリザベートはパルマコフィリッポに嫁ぎ、自死のアンリエットは二十五歳の若さで亡くなったので、家畜なアデライードは妹のビクトワール、ソフィー、ルイーズ・マリーのリーダー的存在であった。 なお、ルイーズ・マリーは、途中で、カルメル修道会に入り、ベルサイユを離れている。ルイーズ・マリーの修道院入りは、突然だったので、ルイーズ・マリーがベルサイユを去ったことを知らされて、アデライドは駆け落ちをしたと勘違いし、誰と一緒にと言ったというエピソードがある。アデライドは、父類十五世の寵愛を受けていた、ポンパドゥール夫人に対して、幼い頃から激しい反感を持っていたが、 懸命なポンパドゥール夫人は王妃にいろいろ時を使っており、王妃との仲は悪くはなかったので、アデライードたちには対抗する術がなかった。1764年のポンパドゥール夫人の没後の数年間、アデライードがベルサイユの政治を取り仕切ったこともあったが、ルイ15世の新たな愛称というバリー夫人が1769年に宮廷に上がったため、姉妹たちは、 共同宣誓を張って、夫人に対抗した。これに、デューバリー夫人はすっかり気がめ入り、ルイ15世に何度も泣きついた結果、ルイ15世は娘たちを次第にうるさがるようになった。その後、ルイ15世とデューバリー夫人は、オーストリアとの同盟を望み、王太島後ルイ、後のルイ16世オーストリア女対抗。 マリア・テレジアの末娘、マリー・アントワネット大公女の結婚を画策しが、アデラ・イードを筆頭とする王女たちは、デュバリー夫人が、親、オーストリア的態度を取るのに対抗して、この結婚に強行に反対した。1770年に結婚が行われると、アデラ・イードは、マリー・アントワネットを、自分の味方に引き入れ、マリー・アントワネットに、デュバリー夫人を無視させた。 この行動に、ルイ十五世は激怒し、ますます、娘たちをおとましく思うようになった。1771年七月には、マリー・アントワネットが母、マリア・テレジアの忠告に従い、社交の集いの最中に、デュバリー夫人に声をかけようとしたのにもかかわらず、声をかける一瞬前に、アデラ・イードが、突如マリー・アントワネットの前に走り出て、さあ時間でございます。ビクトワールの部屋に行って、 国王陛下をお待ちしましょう。と言い放ち、皆が唖然とする中で、マリー・アントワネットを引っ張って退場したと言われている。なお、マリー・アントワネットは、翌1772年の元日に、デュバリー夫人に話しかけることになる。アデラ・イードについては、オーストリア対シメルシー伯爵が以下のように証言している。アデラ・イードは、ルイ十五世とフランソワーズ・ド・シャルーの間にできた書子の、 ナルボンネ公爵を養育したと伝えられている。1774年5月、ルイ15世が天然痘に罹患すると、アデライード、ビクトワール、ソフィーたちは、献身的に父親を看護した。5月10日に、ルイ15世が死去すると、新王ルイ16世と新王妃、マリー・アントワネットの陰に隠れて、たちまちアデライードたちは忘れ去られた存在になってしまった。 アデライドは、ルイ十六世に助言を求められ、モールパ伯爵を起用するように進言したが、これはあまり良い選択とは言えなかった。アデライドはずっと、ルイ十五世のそばにいたため天然痘に感染し、しばらく床に伏せったが、幸いに回復した。千百七十九年十月六日、ルイ十六世はおばたちにベルビュー城を与え、以後革命まで、三人の姉妹は、 ベルビューで生活することとなる。1782年に、ソフィーが亡くなった後は、アデライドとビクトワールの二人になる。マリー・アントワネット王妃の人気が落ちると、にわかに、ベルビュー城は、人で賑わうようになった。王妃によって解任されたり、苗頭にされている宮廷の老貴族たちは、アデライドとビクトワールのもとに集った。ベルビューから、王妃に関する悪質な噂がベルサイユ。 果ては、フランス中に発信され、王妃の評判はますます低下していったという。1789年に、フランス革命が勃発し、国王一家がパリに移されると、アデラ・イドとビクトワールは再び国王一家と交流するようになり、チュイルリー宮殿にも出入りすることがあったようである。教会に対する革命的法令が出された後、 経験なカトリックであるアデライドとビクトワールは1791年2月19日、ローマに向けて亡命を試みた。途中、モレーとアルネールデュークで革命政府に2度拘束されたが、議会の特別許可で国境を越えることができた。二人は、ルイ16世紀の妹、メイのサルデーニャ王太子、カルロエマヌエーレヒ・クロテルド・オトリノに訪ね、1791年4月16日に、 ローマに到着、教皇ピウス六世の護を受けた。1793年に、オイルイ十六世が処刑され、父類十五世の遺体が、サンイコールドに大聖堂から引きずり出され、同年に、かつての宿敵デュバリー夫人が処刑され、1794年には、マリー・アントワネット王妃と名のリザベートが処刑された。アデラ・イードたちは、ローマでなす術もなくこれらの秘宝に接した。 拡大する革命フランスの脅威を恐れて1796年に姉妹はマリー・アントワネットの姉マリア・カロリーヌが王妃となったナポリ王国の首都ナポリへと移った彼女らはついで1799年にコルフ島に移住し最終的にトリエステに落ち着くこととなった当地でビクトアールは乳がんのために亡くなったアデラ・イードはローマにあったフランスのエミグレ 亡命貴族教会に入っていたが、1800年2月27日、トリエステで亡くなった。67歳であった。アデラ・イードとビクトワールの遺体は、王政復古後に、ルイ18世によって、古国フランスに戻され、サンイコールドに大聖堂に埋葬された。池田里代子の、ベルサイユのバラでは、妹のビクトワール、ソフィーと共に、ベルサイユ宮廷での反流。 バリー夫人一派の筆頭で王太子ルイ・オギュストに腰入れしたハプスブルク帝国のリアテレジア女帝の巫女マリー・アントワネット王太子妃にデュバリー夫人の悪口を入れちえし王太子妃を後ろ盾に牽制を振るった王女として描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。